はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、すいません、自宅からの撮影なのでこんな雰囲気でお届けしたいと思いますが、はい、文春オンラインさんのですね、記事をちょっと抜粋させていただきました。スクープということで、ナス35歳女性死体遺棄、服を着ていない状態で発見ということですね。29歳容疑者は老人ホーム勤務の元介護士、鍵が開いていたのでということで、なんかね、池袋かどっか、豊島区か在住の三塚沙織さん35歳が9月下旬から行方不明になってたんですね。で、この度12月5日に、栃木県那須町の山中で遺体となって発見されたということですね。三塚さんの死体を遺棄した容疑で逮捕されたのは、豊島区目白5丁目に住む保育士佐藤義人容疑者29歳だった。佐藤容疑者は今年9月下旬、面識のない富塚さんの自宅に侵入し、那須町の別荘地に遺体を遺棄したと見られているということなんですけれども、なんかおじいちゃんのね、別荘の敷地内だったらしいですけどもね。はい、まあ、こんなニュースなんですけれども、まあ今日は、この被害者沙織さん、富塚沙織さんと、加害者である佐藤容疑者、この二人の生命鑑定をしてみたいと思います。じゃあまずは、被害者となってしまいましたこの富塚沙織さんの画数から行ってみましょうか。はい、こちらです。まあスガッティは、まあね、まあこの亡くなられた被害者をですね、生命判断すると、またそのなんていうの、死んだ人をこう吊るし上げてね、なってこう怒られちゃったりもするんですけれども、まあまあね、毎回こういう事件が起こるたびに、ね、毎回言いますけれども、まあこの生命判断っていうのは、このいいニュースばっかりね、取り上げて検証してても意味ないんですよね。やっぱり嬉しいニュースだけではなくて、まあ、このようにね、悲しいニュースとか良くないニュースなんかもね、検証して、どういう数字がいいんだろうか、どういう数字が悪い数字なんだろうかっていうのをね、知るための、まあ、データですんでね、まあ気分を害すような人はもうここで別にね、動画見なくていいですから、これはあくまでも生命判断する上で、あるいはこれからその生まれてくる赤ちゃんの名付けにおいて、大吉ネームを名付けるためにもですね、このように数字一つ一つの検証をしなければならないので、その目的のある人だけ見てくれればいいので、不快に思った方は閉じてください。はい、それではですね、被害者となりましたこの、女性富塚沙織さん35歳ですね。富が12画、塚が13画、沙織の差が8画で、織が18画、合計が51画ですね。まあ、この数字は、まあ、気弱な数字で、まあね、なかなかチャンスをものにできないような、数字なんですけれども、まあ、ね、この被害者の沙織さんを知る人のインタビューによると、とても物静かで控えめな、おとなしめな女性だったらしいんですよね。はい。まあ、まさにこの、51角女性は、このような感じで、控えめなね、気弱なおとなしめな感じの個性になるかと思います。で、なおかつ、この、うちに秘めたね、本質にも21角。この21角女性っていうのは、とても、こう、サバサバしてるっていうか、ドライというか、女の子っぽい、こう、キャピキャピした、キャンキャンしたね、印象がなく、こう、まあ、声も低めだったり、こう、ちょっとね、冷たく映るぐらい、こう、クールだったりするんですよ。クール&ドライの21角ですよね。例えば、総角に21角を持つ女性だと、江角真紀子さんとか、木村佳乃さんとかね、和田アキ子さんとか、はい、あんな感じで、そう、ちょっと、まあ、女の子してなくて、こうね、まあ、キリッと、凛々しい印象の女性が多かったりします。そして、この対人運、恋愛運の30画、こちらには突然大切なものを失う30画がありますよね。なので、まあ、非常に恋愛運、結婚運がよろしくないんです。まあ、この21画、行かずごけって言って、まあ、一生独身になったり、あるいは超晩婚だったり、せっかく結婚できてもかなり離婚率の高い数字だったりします。そしてこの30画も、かなりね、離婚率も高いし、あるいは家族を失ってしまったりする性質もかなり確率が高くなったりしますよね。
まあ人だけではなくて財産や仕事、健康、もろもろですね、失ってしまいやすいという数字です。で、このね、26がちょっと気になるんですね。まあこの、まあ沙織さんなんですけれども、まあね、知る人のインタビューによれば、かなり、まあ、気弱というか、まあ、おとなしめな印象とのことなんですけれども、なんか、Facebook に、上げられてる写真なんか見ますとね、まあ、この写真が、まあ、ニュースではよく出てきますけれども、それ以外の写真なんか結構ね、ミニスカート入ってヒラヒラさせた写真なんかね、撮ってたりしますんで、まあ、その写真からだけではね、判断できないんですけども、結構、まあ、服装なんかは、女性らしい服装をしてたみたいですけれどもね。どうなんだろうな、お酒とか飲まれるのかな、わかんないけど。まあこの数字っていうのはね、こういう数字ですから、まあまさにね、その発見された死体は、まあ全裸の状態でスーツケースで運ばれたようなね、形跡があるらしいですけれども、まあ亡くなられた被害者のことを何とも言えないんですけども、まあもしかしたらセックスアピールみたいなのが、ちょっと、第三者からすればあったのかどうかわかんないですけれどもね。まあ、それによって、こういう被害に遭いやすいというのが、まあ、26画女性の大きな落とし穴になります。はい。まあ、亡くなられたこの被害者女性のですね、ご冥福をお祈り申し上げます。加害者をね、ちょっと検証してみましょう。こういった事件っていうのは、はっきり言って、被害者はこれ無作為にね、面識がないって言ってますから、もう無作為に選ばれちゃってるんで、まあこのような事件を起こすのは、まあ事件ね、起こすのは、はっきり言って加害者側がほぼ原因を持ってますんでね。まあこういう占いというか、生命判断の観点からしても、それ以外の観点からしても、はっきり言って被害者に、ね、原因はないんで、ね、この、犯人が原因を持ってるんですね。それではこの、加害者である殺人の容疑ですね。まだ犯っていうかね、殺人犯の容疑の段階ですけれども、佐藤義人、まあ、29歳ですね。はい。で、これ生命判断っていうのは、正しく9字体でカウントしてないと、これちゃんと占えないですからね。例えばこの佐藤の遠の字、まあこれは普通に書くと18だったりするんですけれども、まあね、これ21画でカウントする文字です。まあ、流派によっては、これ21じゃなくて、19でね、数える流派なんかもあったりしますんで、まあ、その辺は、まあ、19が正しいとかね、21が正しいとかって、言い合ってもしょうがないのでね、スガッティ文化では、これは21で、解釈しております。そうしますと、総角は、まず42角ですね。はい。これ、親離れ、子離れできない、まあ、かなり早熟数と言えます。ここにも早熟と書いてありますね。はい。だからこの人、母親と多分同居ですよね。はい。未だにお母様と一緒に、住まわれて。で、お母さんが看護師じゃないや、保育士かな?やってたので、まあお母さんに憧れて、お母さんと同じ職種でね、今働いてるみたいですけれども。まあ、そうね。この、総角42角はもうこれ、どうしようもないので、まあこういう数字でね、で、こういう数字ですから、この人の、生活状況が、まあ、こういう状態でしたんでね。まあ、それはまあ、いいとしましょう。そうですね。今回はまず、じゃあ、上から順に説明していきますと、28画ですね。本来、名字足す名字の合計っていうのは、影響しないんですよね。ちょっと見てみましょうか。このように、まあ、これは被害者の方ですけれどもね、名字の合計っていうのは影響しないもんなんですよね。だけども、まあこの犯人の場合はこれ影響していると考えられます。どうしてかというと、この名字足す名字の合計、これが影響する、目を覚ましてしまう、ポイントっていうのがありますよね。まあスガッティ文科生の方だったらもうわかるかと思うんですけれども、まず下一桁、8系列ですけれども、同じ8系列の数字があったりなんかすると、これ目覚ましちゃったりなんかするんですよね。でも今回は同じ8、18、28みたいな、ないんですけれども、でも、その他、似たような、リンクするキーワードがあるとね、これ目覚ましちゃうんですね。例えば、まあこの、事件ですね。この事件を起こしやすい数字なんですけれども、まあその他の部分にも、そうですね、こういう他殺とかね、自殺とか、あとは、まあこの、
14画、これ後で説明しますけれども、非常に、感情のコントロールができない数字なので、やっぱりこういうことを起こしやすいし、まあ、こういうことでこういう風にもなりやすいし、なので、やはり、この、とてもこれに絡むケースが多い数字なんです。私、最強数と呼んでます。大凶のさらに悪い数字ね。まあ、これもそうなんだけどね、42もね。最強数。で、そうですね。で、総角。これも、やっぱり、転落崩壊。もう晩年転落崩壊数ですから、かなりの転落。かなりの崩壊ですよね。もう人生、棒に振ったみたいなもんです。このように、リンクするキーワードがあったりなんかすると、このように、性格、名字足す名字の合計も、目を覚ましてしまったりするわけなんですね。そして、内に秘めた本質。この部分にだけはですね、唯一、非常に強い、自己主張、強いものを持ってるんですね。プライドが強いんですよ。だけれども、それは内に秘めてるだけで、なかなか形としては、こう、認められてないんですね。この人の実力も、その人の良さも、認められにくいんですけれども、非常にその、なんで分かってくれないんだみたいな、承認欲求っていうのかな？それがね、非常に強いのが、見て取れますね。33と28の組み合わせなので、プライドが高い。俺はこんなに頑張ってる。俺はもっと上のはずだ。だけど、世間が認めてくれないみたいな感じで、承認欲求の強さっていうのが、相当見受けられます。はい。それにより、まあ、悩み。これが対人運ですね。影響する外角ですけれども、まあ、非常に対人関係で悩み、苦しむことになるかと思います。協調性も、この33や28との組み合わせで、かなり協調性のなさが、あって、感情がアップダウンします。もう感情的な数字ばっかりなんですね。この9もそう、8もそう、これもそうですね。33もそうだし、14もそう。そして42はどっちかっていうとこう、それが崩壊してしまう数字ですね。感情のアップダウンが激しいですから、非常にね、こっちにもなりやすいし、こっちにもなりやすいっていうことです。はい。そして、この14画、これがですね、感情のコントロールできなくて、手に出しちゃうんですよ。行動に出ちゃうの。例えばなんですけれども、このチョコレート欲しいな、お金がないな、パクっちゃおうとかね。この女性可愛いな、でも、告白しても付き合ってくれそうにないな、じゃあ、やっちゃおうとかね。怒られた、悔しいな、殴っちゃおうとかね。そういう感じで、この14画っていうのはね、非常にね、精神力がなくて、この感情のコントロールができないんですよ。思ったことを手に出しちゃうの。行動に出しちゃうの。だから、まあ、泥棒癖があったり、暴力的だったり、いろんな形でね、あとは恋愛もうまくいかなかったり、こう、怒っちゃうと、そのままもう手出したり、お皿投げたり、嫌だったら寄せばいいみたいな感じになっちゃいますんでね。だからこの9との組み合わせが非常によろしくない。これ感情のアップダウンが激しい数字でしょ？で、これアップしたら下げらんなくて、ダウンしたら上げらんなくてっていう感じの数字でしょ？非常にこの9と14の組み合わせよろしくないんですね。で、根っこが腐ってますからね。42画ですから、もうこれだと、もう、ね、人生台無しなんですよ。だから、まあ、この吉戸容疑者ね、もちろん、こんなことをしてしまったのは、いけないことですけれども、そもそもの原因は、この、佐藤義人をね、産んだ母親と父親が、このような名前を、名付けたことによって、こういう画数を背負わせてしまう。こういう画数を名乗ったら、どういう人生になるかっていう、想像とかね、働かなかったんでしょうね。だから、やっぱり赤ちゃんの名付けの時点で、この子が、おにゃーって生まれた瞬間に、もうお名前ね、名付けられて、で、その時にもうこの佐藤容疑者の人生っていうのが、大体伺い知れるんですよ。あ、これダメダメな人生になっちゃうんだろうなっていうのね。だから、もしね、スガッティに占ってもらって、総角が42画でしたなんていう場合は、スガッティはっきり言って、占い結果は忖度できませんので、こういったね、犯人と同じ画数なんですっていうのをね、包み隠さずお伝えしています。それによって、傷ついちゃったり、場合によってはね、泣いちゃったりする女の子もいたりして、かなりね、傷ついちゃったりもするんでしょうけれども、まあ、スガッティの目的っていうのは、一番は、はっきり言って赤ちゃんの名前。これから名付けられる赤ちゃんが、こういう画数を名乗らないために、こういった人たちからデータを抽出して、で、こういう人たちと同じ画数名乗らないようにしましょうねっていうのが目的なんですよ。だから、生きてる人をね、占うのは、その裏付けのためで
あって、まあね、しょうがないんですよね。だから包み隠さず占うんだけども、もしね、占い結果にこういう数字を持っているんだということが分かったなら、一つはもう自分の子供にはね、もうこういう画数は名乗らせないように気をつけなければいけない。回避しなきゃいけない。そのためにもスガッティに必ずご相談ください。で、もう一つは、やっぱりこういう数字を名乗ったからには、解明かなんかするかなんかして、あるいは、まあね、裁判所で届けて解明するまで行かなくても、ちょい足しアレンジで名前を変えるとか、ヨシトって他にどんな字だっていっぱいあるでしょ？いや、こんなヨシトの字、喜ぶなんていう字つけてるけど、とても喜ばしい数列じゃないんですよ、これ。だから、まあ、字はいいとしても、画数がダメだったら全て台無しなのでね。だから、おそらくね、親御さんは、喜ばしい人になってほしいな、なんてね、いう願いを込めて、安直にね、こんな文字当てちゃったんでしょうけれども、もうとても喜ばしくない。だから、画数をね、全く度外視して、名付けちゃったんですよね。だから、自分の子供が大切だったら、こういう要因、画数なんて当たるわけねえし、なんていうんじゃなくて、当たるか当たんないかわかんないじゃないですか。当たってるかもしれないわけじゃない、こうやってさ。当たらないかもしれないしね。絶対当たるとは言い切れないからね、こういうのって。だから、当たるかもしれないけど、当たらないかもしれない。けど、当たるかもしれないんだったら、そういう嫌な要因って、なるべくこう、除外したいでしょ？赤ちゃんの名前についてね。当たるデータはいっぱいすがって持ってますよ。毎日こうやってね、動画配信してるんですから、大体当たるんですよ。だから、まあ、画数のことだとかも、まあ、考慮しなきゃダメですよね。こうなっちゃうってこと。身近にね、これから赤ちゃんを出産予定の方とかいらっしゃったらですね、ぜひスガッティ教えてあげてください。はい、まあね、スガッティはだからこういうことを裏付けにして、でこういう画数を避けて名付けてあげてるんです。はい、今日は以上となります。最後にですね、被害者となってしまいました富塚沙織さん、ご冥福をお祈り申し上げます。なるべくね、こういう悲しいニュースとか、まあ嫌なニュースをね、取り上げたくないですけれども、まあ明日は嬉しいニュースがね、取り上げられるといいなぁなんて思っております。また明日お会いしましょう。